だから例えばもしミュージアムが苦手だと思ってると、愛せないですよ、ミュージアムが。とすると余計、その子が上手くなったり、下手になってしまうから、そういう苦手意識を持たせないんですね。だから教育をしっかりしていけば、得意だから、得意なものは愛するので、そういうことですね。だからあまりその、教育の段階でこれが苦手だってものを極力生まないような、なんで苦手になるかっていうと、できないからね。そうなんですよ。ミディアムがやばいんじゃないかっていうことに気づいてるからね。あまりに数が多いために、それはいけてるはずだと感じます。そんな心は悩ましなかったな。なるほどね。にしても、でも、それを利用者がうまく引き上げて、伸ばして、ここに持ってきてあげると、もう一つあれじゃないですか、その次なら変化に道も作っていけると。今、今日切ったスタイルは次のスタイルの土台になっていくわけだから、そういったことも起こってきて、次はここを伸ばしていって、次はここを切っていって、このスタイルに変えていこうという、予告ができ、それをまた実現できる。その重さ、軽さのコントロールができるということは、素材も対応するということで、組み合わせの素材対応もできるように、微妙なコントロールですね。やっぱりミディアムっていうサロンで一番多いスタイルを、どれほど自分が使いこなしていけるか、それは日本の選手でとても重要なテーマなんじゃないかと思って、岡村さんと頑張りました。よろしくお願いします。微妙な差を、自分で把握してコントロールできるように頑張ってください。自分たちはデザインで引っ張ったんですよ。で、今の新人の立場になると、お客さんあんまり来て聞いたくないって言ってる以上はどこで勝負するか、どこで勝負するか。品質時代の切り札、ミディアムレイヤーを極める。ああ、いいタイプ。